はい、皆さんこんにちは。这次我想介绍给大家的是这个ようにしますた表现。ようにしますた前面是动词的直虚型或者是乃型可以接。然后这个用法是就是平时尽量我做这个动作或者是尽量不要做这个动作，这样子留意做这个动作或者是不要做这个动作，这样的用法です。所以呢、像这样子ですね。先看下面的ね。毎日ジョギングをするようにします。我每天尽量慢跑、ね、这样子。那如果不要用ようにします，直接用しますね。毎日ジョギングをします。到底差別在哪里？还是ですね、就是这个毎日ジョギングをします是比较断言ですね。断言，我就是要每天要慢跑。那这个是我留意。那尽量每天要慢跑的感觉，所以即使真的要去慢跑，每天呢不缺一点都每天要的感觉是还是上面比较强ですね。这个是努力的目标，那努力，尽量每天要慢跑。那所以，比如说，身体有一点，不好的，那很累的时候，那就没办法啊去慢跑的这种呢，可能还有的是呢。这个是感觉是断言，所以一定要的感觉です。はい。那这个如果ですね、ようにしますた这个动作已经习惯化的、ね、即使反而这个比较常用です、ね、ようにします不如这个下面的ね、ようにしていますと、ね、まあ就是ようにします再接、いますた表示状態的いますた、ね、这个一起使用常常有。这个就是已经习惯化的动作，就可以用这个呢。ようにしています。比如说，野菜をたくさん食べるようにしています。我现在已经有一个习惯，就是尽量多吃蔬菜，为了健康嘛。哦，这样的时候可以用ようにしています。然后也可以接否定ですね。否定ね。できるだけエレベーターを使わないようにしています。我平时留意，尽量不要使用电梯。那できるだけ也是尽量ですね。はい。まあ这个也是嘛，可能是为了健康。ね、爬楼梯比较健康，所以尽量不要使用电梯的。ね、はい。まあ这个ね、ようにします，就是嘛，我自己的平时我留意做什么什么，或者是不要做什么什么的时候用这个说法。大家大丈夫ですか？例文。野菜をたくさん食べるようにします。毎朝ジョギングするようにしています。できるだけお酒は飲まないようにします。暴力的な映像は見ないようにした方がいい。会話。健康のために何かしていますか？そうですね。毎朝散歩するようにしています。それから魚や野菜をたくさん食べるようにしています。中村さんはどうですか？私の家は5階にあるんですが、エレベーターを使わないようにしています。